チワワ、ありがとうギフト。今日の花だりく、お、すいません。ありがとう、ありがとう、待ってるね。ありがとうギフト。今日も花だれ、お、ありがとうございます、お待ちしてます。今日は花だれ公演です。花花花花花、新ポチのりを応援に行く。嬉しい、応援来てください。今日は花だれ公演、しかもシンポジです。キャー、今日会いに行く、嬉しい、待ってる。まだ家だよ。だって花だれ公演は夜ですからね。昼はあのサンキちゃんの僕隊だから。シンポジ楽しみ。キャーパーナ。風船縮んできた。風船確かに小さくなってきたかも。待って、なんかすごい、なんか今日喉が引っかかる。すいません。ごめんね、ありがとうギフト。やばい、シンポジ。シンポジー、キャー。ゆつ前髪切った？切ったよ、昨日。あれいつだったっけ、あれ一昨日か、おとといか、おとといの、おとといさ、コラボあったじゃないですか、コラボ配信。コラボ配信に行く前に切りました。受験さん、ありがとうございます。中学3年生、15歳の、りょうつんこと岡村りゅうです。ぜひフォローしてください。シンポジ。やばい。シンポジ？はぁ。今日外れていけない、そっか、落選もあったのか。うん、配信で見てくださいね。やばいよ、シンポジ最初で最後のポジかもしれませんからね、分からんけど、最初で最後のポジションかもしれないですよ皆さん。最初で最後、いや分からんけどね。だからあの絶対見てください、来れない方は、来れない方は配信で見てください。やばい、緊張する、そわそわします、そわ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 。しかもさ、そのエディオン、今日エディオン神谷町ホールだと思うんですけど、エディオンでエディオンに立つのは結構久しぶりな気がする。だって去年の7月とか、いや分からん、うん、全然エディオンやってない、久しぶりのエディオンです。初見さん、ありがとうございます。中学3年生15歳のりょうつんこと岡村りょうです。ぜひフォローしてください。ちょっとね、この後練習するので
ごめんけど短いんだけど20分まで配信します。なので15分になったら壇上読むね。ヨツンエディオンで花だれは初？初じゃないよ、何回もやりました何回もやったことあるよ。え、エディオンってあそこですよね、あのエディオンですよね、あれだよね、エディオン、え、クアトロでゲバントホールがいつもするところですよね、あのジャズもあったで、エディオン神谷町ホール、そうエディオンでも、ね、やったことありますよ、何回も。え、やったことあるよ、いるよ。え？え？やったことあるよね、リオ。うん、やったことあるもん。あのピンチヒッターで出た時もエディオンだったし。うん、あります。確実にあります。え、そうですよね。緊急性公演したところでね。あるよ。あるよ、花だれ。ありますよ、何回も。でもなんあのいっぱいはしてない、3回くらい少ないけどやったことはある。うん、絶対あるもんだってエディオンはあのこう横に長いじゃないですか、その縦が短くてステージがね、縦が短くて横が長いから、そのいつもの構成と変わるんですよ。花だれとかも暗闇とかも、暗闇の防波堤とかも本当は斜めなんだけど、エディオンは横になってみたいな、変わるから。やったもん、あるよ、リオ。全ホール制覇した？とっくの昔にしてますありがとうギフト。そう、そうブルーライブもあるか、そうそうそうブルーライブもあるか。でもエディオンは久しぶり、久しぶりですね。緊張する、そわ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 。確かにブルーライブもあんまりないかもしれん。ブルーライブ、うん、エディオンも走りならなければ見やすいホール、確かに結構さステージ高めなんですよ、ステージ、うん、高めというよりかなんか、うん、見やすい、見やすいですね。リオツン初めて見たのブルーライブだった。ブルーライブリオツンブルーライブリオツンが初ですか、すごい。頑張ります、頑張るぞー最初で最後かもしれないから、このポジション分からんけどね分からんけど、最初で最後かもしれないポジションポジション、これから新幹線だったら広島行く。すごい、気をつけてきてね嬉しい。今日はあのサラ先輩の生誕祭なので楽しく頑張ります。クアトロ、エディオン、ゲバント、ブルーライブ、どこのホールが好き？決めれないな。
クアトロかブルーライブかもしれない。なんとなく。でも自信を持って頑張ります。なので皆さん見守っててくださいね。今日も配信あるので配信絶対見てください。初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツのこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。県民文化センター、あ、県民文化センターもあるか。あの広島の研究室ツアーの広島千秋楽したとこだよね。確かに。リオツはどのポチでも大丈夫。本当ですか。やばい、怖いよ。しかもなんかさ、スケジュールが送られてくるんですけど、毎日今日リハ時間がめっちゃちょっとなんですよ。やばいんだけど、本当にやばすぎる。リハ時間がちょっとしかなくて、あー、ピンチ。そうなんですよ。だってさ、動線とかもさやってないから一回も。そうだからぶっつけ本番でさ動線とかもやるんですよ。やばくないですか。絶対さぶつかったりさするよね。どうしよう。そう、動線してない。ぶっつけ本番でやるんですよ。やばくないですか。今日めっちゃリオぶつかるかもしれない。いや分からんけどさ、だってぶつけ本番だから動線も確認もできないから、リハ少ないし。めっちゃぶつかるかもしれない今日。やばい。ゴリオパワーで攻撃するかもしれない。もうメンバーが飛んでいくかも。メンバーが飛んでいくかもしれん。やばい、ゴリオパワー、ゴリオパワーやばいな。ねえ、不安だ。やばい、本当にやばくなってきた。ま、え、やば、マイク、確かにマイク、もう去年の元旦を思い出す。握ります、ゴリオパワーで。え、本当に怖いんだけど、どうしよう。ね、確認したかったな。まあでもリオ以外、リオ以外は普通いつものとこだから、でリオだけ今日シンポジだから、そのうん。やばい、15分だ。ああ、ああ、オーマイガー。
ちょっと待って、何話そうとした？待って、もうリオパニックなんだけど。パニック、パニック状態ですよ本当に、いろんな意味で。そうだ、皆様今あのお話し会の第12再販が受付中なんですけど、今回の第12再販で10枚目シングルのお話し会の受付が本当の本当の本当に最後になります。いやー、最後になっちゃうよ。なのであのこのあれ、あ、3月20日木曜日祝日と、あ、昼幕張メッセのリアルお話し会と3月23日の土曜日のオンラインお話し会も最後の受付になってしまいます。で、あのそうですよ、中学生もうのあと残り少ない中学生なので、中学生リオツンもうまあまだ受かってないから分かんないけど、受験してないからね、おそらく JK になると思われるので。そう、 JK になるのでリオツン、なので中学生リオツンを堪能してください。で、昨日ねモアメでも送ったんですけど、3月20日木曜日祝日の幕張メッセのリアルお話し会はこの1時間目のツーショット写真会を完売させたいです。そして3月23日、もう3月23日がこの10枚目シングルの最後のお話し会になるので、3月23日の最後の2時間目、この2時間目がね本当に最後、10枚目シングル最後だし、しかも中学生リオツンとお話しできるのは多分最後になるので、なので3月23日は2時間目を完売させたいです。おすすめです。なのでどこ行こうかなってこう悩んでる方は、あの3月20日は1時間目のツーショット、3月23日は2時間目、ぜひ来てくれたら嬉しいです。そしてあさっての25日、あさっての2月25日には広島でのリアルお話し会があります。こちら25日広島のリアルお話し会があります。そうで、多分おしましもありますし、多分当日券もあると思います。最近ずっとあるから。当日券っていうのはあのもともとねリオとツーショット撮ったりお話しする券を撮ってなくても、当日会場に来て CD を買ったら、あの CD を買ったらあのリオとツーショット撮れたりお話ができる、できます。できます。なので25日ぜひリオに会いに来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます。リオ23日少し足すか、嬉しい、ありがとう。幕張は3時間目もおすすめに入れておいて、あ、なんか理由があるのかな。あ、確かにツーショットとお話し会、確かに別ってことかな。公演配信リアタイで見る、ありがとう。やばい、20分じゃん、もう。やばいやばい、時間がない。それでは男女見たいと思います。25日当日券完売させて、そうなんですよ、25日当日券完売させたいです。ちょっとごめんね、あの時間がなくて
伝えたいことはあまり伝えられなかったんですけど。13位キキシバ XY さんありがとうございます。12位 K0633 さんありがとうございます。11位ゆうきあきださんありがとうございます。10位としきさんありがとうございます。9位石ころ人間さんありがとうございます。8位シャガーラビーさんありがとうございます。7位まゆかみおステーブさんありがとうございます。6位鈴鹿さんありがとうございます。5位 N2F さんありがとうございます。4位フラペチーノさんありがとうございます。3位サーマトリュウジさんありがとうございます。2位ゆずきちさんありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルルパンレオタンさんありがとうございますありがとう。25日ツーショット行く、嬉しい、ありがとう。あ、車検さんもありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。りょうたんさんありがとうございますありがとう。ありがとうございます。ごめんね、ちょっと練習、この後練習するのでギリギリまで短くてすいません。それでは今日はリア、あ、間違えたあれ夜は配信できないと思うのでよろしくお願いします。明日は未定です。明日もお仕事があるけど未定です。それでは花鳴公園シンポジ頑張ってきますね。もう泣きそう、リオはもう泣く。頑張ってきます。バイツーンみんな見守ってくださいね。あの配信もあるので見てね。バイツーン、バイツーン、頑張ります。バイバイ。